今週の練習を取材しました。16日間に及ぶ鹿児島キャンプを終え、今週日曜から再始動したナナミジュビロ。1試合ごとに大幅にメンバーを変え戦ったニューイヤーカップ。指揮官は選手全員にほぼ同じ時間の出場チャンスを与え、ベストな組み合わせを見極めてきました。まあ、J1 で戦える戦力が十分にあると思っているので、鮮度がいいうちにね、あの選手はどんどん使っていきたいと思うんで。そして一昨日の藤枝マイエシートの練習試合、ジュビロは若手中心のメンバーで臨みます。前半キレのある動きを見せたのは、初の開幕スタメンを目指す20歳の河辺選手。持ち味の広い視野で攻撃の起点となり、中盤の底からゲームを組み立てます。後半チームを活性化させたのは、トップ下からボランチに入った松浦選手。素早いプレスからボールを奪いチャンスを演出。しかし試合はスコアレスドローに終わりました。お疲れ様でした。まず試合振り返ってどうでしょうか。もっともっと全体見なきゃいけないし、もっと精度も上げていかなきゃいけないっていうことが多かったので、自分のいいところを出せるように、アピールして、試合に絡んでいける頑張りたいです。さらに注目すべきはフォワード争い。今週に入り、七海監督は怪我の影響で調整が遅れていた J 選手の開幕戦欠場を示唆しました。そんな中、練習で存在感を放っていたのがデカ盛り師こと森島選手。積極的な裏への飛び出しを何度も繰り返し、ゴールへの執着心を誰よりも見せていました。そうですね、すごい大きなチャンスが巡ってきているので、アピールしていきたいなと、全部において、はい。ここまで森島選手のプレーで目立つのが、高いシュート意識と体を張った献身的な動きです。チームのためにすごく幅を持った動きとか、サイドに規定も作ったりとか、本当去年1年間やったことが自分にとってはすごく大きかったんで、しっかりそれを支援できるような準備はしていきたいなと思います。そしてもう一人、開幕スタメンの座を狙うのが、ニューイヤーカップ北九州戦で鮮烈なデビューを飾った斉藤和樹選手。この日もミニゲームでゴールを奪い好調をキープ。初の J1 舞台へ自信を覗かせています。楽しみっていうのがすごい大きくて、ライバル争いっていうのはもちろんあると思うんですけど、チームが勝つことを第一に、そのために自分ができることをやっていきたいなと思います。開幕直前まで続く熾烈なレギュラー争い、果たしてチャンスをものにするのは。まあ、開幕に向けて J がちょっと出れないのかなっていうちょっと不安要素は、ね、当然あるんですけれども、まあ、その中で、まあ、森島であったり斉藤であったりっていうところが活躍すればですね、はい、まあ、当然チームとしての底上げにつながるわけじゃないですか。これ逆にいいことなんじゃないのかなって僕は思うんですよ。2人ともキャンプから調子良さそうな感じでしたよね。いや、よかった、まあ、実際見ましたけれども非常に良かったです、うん、だから期待したいですよ。まあ、1週間後どの選手がどんな組み合わせで選ばれていくのかというのが非常に楽しみです。楽しみですね。さて